続いて中国のチャン・ユピンです。3種目目の優勝を狙います。体育学院学生22歳のチャン・ユピン、やはり動きが早いですね。ご覧のように選手の目というのが非常に大事なことが分かると思うんです、はい、これはやはり武術ですので動作の目的を表現を、意思を表現するためにですね、目の働きというのが非常に大事になってくるんです。ですからいい選手ほど、目が生きているわけですね、はい、拍手が起きました。見る人を十分に引きつけました中国のチャン・ユピンです。さあ得点が出ますが 9.56 です。 9.56、 これで3種目の優勝を果たしました。長拳、今日、当日と合わせまして3種目の優勝、女子の個人総合優勝です。それでは宮城さんに喜びの声を聞いてもらいましょう。3種目優勝なさったわけですけれども、今のお気持ちはいかがですか？你得了三个项目的冠军啊，现在怎样感觉呢？我非常高兴。大変嬉しく思っております。ご自分で満足のできる演技ができましたか？自己感觉自己的表演怎么样？满意吗？还可以。まあいいです。はい。まあいいです。最後に彼女の強さの秘訣は何か教えてください。怎么说呢？秘诀，你的力量的秘诀在哪呢？力量秘诀就是靠练出来的。靠练，やっぱりこう練習しないといけないですね。これからも頑張ってください。どうもありがとうございました。以后努力奋斗。谢谢，ありがとうございます。ありがとうございました。